はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。とりあえず見晴らしの丘のオベリスクの封印を2つ解いたところではあるんですけれども、ちょっと素材とかをね手に入れたので1回帰りたいと思います。装備をねいろいろ作れるものがあれば作って少し戦力強化を図っていきましょう。まあ、特段辛いってことはないんだけど、まあ、せっかくねいろいろと手に入れたので、まずはカトリーンちゃんのとこですね。純ヒーロー金を渡す。この輝きは素晴らしい。これこそ私が求めていた純度の高いヒーロー金。よくこれだけの品を見つけてきてくれた。なんか謎のとこに落っこってたんだけどね。究極の鎧に挑むからには決して妥協はしたくない。男性か女性、装備者が決まれば最高の防御力を追求できる。男女どちらの鎧にするか。いやー、これは女性用でしょう。1個しか作れないんだ。ではすぐに作業を始めましょうと。まあ、どっかに純ヒーロー金が落っこってんのかね、他にも。そうすれば毎回毎回1個ずつ作ってくれるっていう、そういう感じかな。とりあえずはまあダーナに装備させましょう。ようやく完成した。これがヒーロー金を一から鍛えて作り上げた鎧。さあ持ってきなさい。こいつの技術がほんと半端ないな。閃光ラケシス、かっこいい名前ですねって。見事にやり遂げましたね。かなり苦労したけどなんとか。一番驚いているのは私。なるほど、祖父の技に近づいたのか。私の姓はランベルトといってね、知らん。聞いたかもしんないけど知らん。ロムンの皇帝陛下、献上する剣を鍛えていると。祖父は歴代の中でも特に優れた鍛冶師。幼く両親を亡くした、私には祖父こそが頼りであり憧れそのものだった。物心がついた時にはすでに、土を握っていた。いろいろ苦労したけど跡継ぎとしてなんとか認められるようになった。どんなに打っても私の刀剣には何かが足りない。それが何かちっとも分からずにずっと悩んでいた。ヒーロー金の鎧を完成させることでなんとなく分かった。私が祖父に至らない理由。私が祖父の技術をただ単純に真似ていたから。そのために私は当たり前でいて最も重要な私自身がどうありたいかという思いそのものが欠けていた。私は今後その答えを見出さなければならない。あと少しのところまでは来ている。まあカトリーンさんなら必ずつかめます。話が長くなってしまったわねって。そんなに長くないけどね。材料さえあれば防具は何度でも作ることができる。あー、やっぱりヒーロー金いろんなところで手に入るんだね。純度の高いヒーロー金か。輝ける鎧を達成。カトリーンの工房でヒーロー金製の防具が作れるようになったと。今後は防具これを作っていくところになるのか。まあ、武器の方ですね。それなりにやっぱり素材が増えてきたんで強化していこう。さあできたわ。もう一回鍛えよう。では始めましょう。完成よ。よし、これはもうマックスだからね。他の二人はまあ1でいいか。で、アイテム的なものは別にっていう感じだから、料理できるかね。
マゴゴロボロネーゼ作りたいんだけどな。クイーントマトが必要なのか。クイーントマトとかってどこで手に入るんだ。食材は誰が持ってんだ。こいつ交換してくれるのかな。食材、原始肉とかはあるけどね。クイーントマト、これは貴重品になるかな。ここら辺のなんか亀も欲しいけどね。 SP 消費2倍だけどスキルダメージ 2.5倍。欲しいといえば欲しいけど、そうか、スキル消費 SP が減るやつと併用して使えばいいのか。あ、ない、クイーントマトとか。掘り出し物、これ何があったっけ。プレゼントアイテムとかそういうやつか。一品物だよね。鬼人の霊薬、すっげえ必要なんだけど、異界の骨と皮が。探索の心得、あ、使うと冒険具の装備数が増える。これ持っとこう、持っとこうっていうか使おう。あとはなんか完熟系だね。アウラ装ってなんだっけ。え、アウラ装って何何に使うのこれ。すんげえいっぱいあるけど、まあいいか。では、まずは手に入れた、どれだ、一覧からいくか。これ心得、あれこれこっから使えないの。これ使うんだよね。今3つ装備できるでしょ。そうだよね。1個ずつ探していくか。じゃあ、あったあったあった、ここに。であとはダーナちゃんにさっきの鎧を装備させよう。ドラゴンアーマーから、ラケシスト、ヒットポイントもアップ、ディフェンスもアップ、必殺プラス 10%。 おお強いね、さすがに。それでは戻りますか。これまたどっかで行けばいいんだ。見届けの丘ではないんだよね、その中心地点。一回氷の道から入って戻って進む。で戻ると、よーし、では戻ってきたのでどこが開いたんだっけなっていうところだよね。またほら、倒れた。あとはタコ殴りにする。で、何かくれー。よーし、竜の岩だよね、やっぱり。貴重なのは。これ、上に行けるようになったんだっけ？あれ？どこだ？とりあえず進んでいくか。こっち側はまだ地図が作られてない。このごっついやつは何としてでも倒していこう。SP ポイントが少し減ってきたな。攻撃を主体に行くか。わあ、竜門岩は遅れなかった。ここが開いてないから、この広場に行けばここが開くか。こいつらもね、そんなに強くない割にはいいアイテム落とすからね。どうしようかな、いきなり勇気を使うか。ただ SP がそんなに多いわけではないと思ったけど、減っていく。やっぱりね、まだアイテム重視でいきたいからね。本当はボス戦になったら攻撃重視のアクセサリーに変えるっていうのが多分効率的にはいいんだろうけど、
おお、すげえすげえすげえ、マジですげえ。こいつをいっぱい倒したいよね。こういう風にさ、近くにあってくれるとさ、分かりやすいんだけど。では先へ進んでいきましょう。またこのよくわからないやつらがいる。でこいつは倒していく。おお、クリティカルが出てるね。プラス 10% っていうのはまあ攻撃回数が多いからね、何よりでかいと思うんだよね、 10% といえども。で今度はここが封鎖されてるから、こっちへ行ってこれ回収しておこう。で始まった瞬間隆起で必殺技ポイント多分溜まってないよね。まあ一応隆起使おう。もうちょっとだね、これをやってれば溜まるかな。よし、いくぜ。減っていく減っていくゲージが。ちょ、リコッタちゃんさ、後ろで何してんのあいつ。一生懸命こっちに来てるし。敵のヒットポイントゲージが見えないんだけど、下すぎて。オッケー、アイテムアイテムアイテム。あいつも何なんだ一体。うおー、押しつぶされたぞ。大丈夫か。これ隆起は解除されてるよね。さてさて、ではではでは、どっちだ。あれ、こっちか。さっきの敵がいなかったからなんかよく分かんなかった。おお、なぜかクラッシュムーブが出た。最近こいつ、あ、レアアイテムくれるか。で、またここが封鎖されてて、これはまあちょっと溜まってるからいいでしょう。あれ、今回はあれか、2体か。あれ2体しか倒してないよね。前回まで3体3体で来てたけど。で次は多分あれだよね、虫の道。虫なのか、あいつは。木の匂いって随分と鬱蒼とした場所のようだ。強い生命の息吹を感じる。アドルさん、でまた落ちるシステムだね多分。でっかい虫がいるな。一応倒していくか。これは落車。プレイ。もうただ交代はしないで氷を。あいつかピョーンってやって。うお、メテオが降ってくる。ワイルドスピンレベル2。ワイルドスピンとかもうどういう技か全然わからないからな。どこ行った。おお、集まってくるね。集まってもらった方がね、一網打尽にできるからいいと言えばいいんだけど。あー、ちょっと待って、宝箱があるね。地図をあんまり見てなかったけど、ちょっとこいつを排除したら取りに行こう。まずはこっち。宝珠と宝珠っていうか宝貨か。あとはこの上、さてどうやっていくか。まずはここに登って、そこから2段ジャンプでいける。ほいほい。うわ、なんかギリギリいけない。なんか必殺技を使えばいけるかな。
ほらちょっと滞空時間上がるかんね。スミレのしおりプレゼントアイテムか。さらにこっちの方に地図上ではあるんだけど、どこだちょっとわからないな。もう少しこっちの方へ進んでいくか。でこっちの方とかから宝箱にたどり着けるかわからん。高い段差がこんな狭いところで、でもまあ落車がブレイクしてくれれば割と楽に倒せるね。そのまままあ進んでいって、いや遠くに行かれるとちょっと無理だよ。これ落ちたらさやり直しっていうか生き直しになるよね。あ、ここで宝箱が取れますね。キングパンプキンの種、こんなとこにあんの。トマトが欲しいんだよね、トマトが。ちょっと待って、どこへ進んでいくの。こっち戻るよね多分。あとちょっと行ってないところ、左の方か。こいつを倒そう。いやーめんどくさい、やっぱり。でこっちに来て、ちょ待って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 、怒っちゃった。こっから左に行くんだ。痛い。よーし、OK。若干めんどくさいね。こう来て、でさっきのところやっぱり落ちちゃダメだから、慎重に二段ジャンプをしよう。よし、これでこっちか。そうだね。これはまあ回収しなくていいかな。こいつを倒せば多分結構たまるでしょう。むしろ減るか。むちゃくちゃだな。その代わり異界の皮みたいなのめっちゃ手に入れたんだけど。お、ありましたね、オベリスク。で今回はあのわらわちゃんですね。わらわちゃん名前覚えてない。だいたい地形的に落ちるからねネストールか。ネストールさんの思念だね。まあ使ってく。あ、龍気とか使ってないけど。飛んでるからな。まあただダメージは別に普通に通るからね。ちょっと待って、少し間合いを取ってこう。怒ってんだけど。おお、穴が開いた。マジか、いて遠い。ちょっと穴の上で叩かれるときついんだけど。これででもまた来るか。ちょっと待って、端の方に開けてもらおう。どうせなら真ん中とかに開けられると結構きついからね。押せ。うわ、ただもう少しだな。お、くる。いて、もう少し。あ、増えた。これ当たる。てかまだあれだ、必殺技が使えない。てか使うまでもないな。
若干の面倒くささはあったけど、まあ、耐久力的には低い方にはなるのかな。めっちゃ疲れてるけどね、毎回毎回。なんとかってわけでもないでしょう。番人たちも断然手強くなってきてるって最初の番人は弱かったってことか。その海の時代とかさ、氷の時代とかっていうのはさ、わかるけどさ、虫の時代って何なんかすげえ嫌なんだけど。おお、なんかこれもうでかくなってるよね。で流れ込んできましたと。ん？これでちょっとでかくなった。さらに、思念の木がかなり大きくなってきた。思念じゃない、想念だ。あと少し。残った最後の回廊、そこにはまさか人間のような画一的な種に敗れるとは。わらわの想念も存外不甲斐ないものじゃ。別に本体を倒してるわけじゃないからさ、こいつに関して貴様はとか言われている。わらわの名は、まあ、一番態度悪いからね、ネストールが。100万以上の眷属を束ね、かつて地上を支配した種の王さなり。100万以上の眷属って。我らは環境への高い適応力と種の多様性により繁栄を築き上げた。そんなわらわたちですらラクリモサを受け入れるに至ったのじゃ。心も体も貧弱な人間が真っ向から立ち向かえるものではないぞ。衝動的な気持ち、冷静かつ合理的な性分でな。本能からラクリモサが必要と理解した眷属は進んでその生贄となり、わらわもまた進化の守り人となる道を自ら受け入れた。まあそれは人それぞれだからね。なぜこの後に及んで抵抗するのか。自らの道を切り開くのが人間だ。決定的なまでに異なる種であることは理解した。やっぱり最後のね、サライちゃんの話が聞きたいよね。
サライちゃんも完全に人間だからね、人型で。どこが開いたかちょっと見ておかないとね。近い近い近い、これは助かる。ここのさ紋章がさ、なんか一個ずつ点火していくのってなんか意味あるの？それでは行きますか、先へ。ま、装備的には全然大丈夫でしょう。ま、確かにね、これナイトメアとかでやると相当難しいんだろうな。基本的にイースシリーズ最近のやつはね、ナイトメアとかすっげえ難しいんですよやったことないけど、やっぱね、サクサクとね進んでいくのが好きなんで。色が変わってる、こいつの色も変わってんのか。 SP を回復しなくて、うわフラッシュガードが出たけど、適当にやってたらフラッシュガードが出た。でここが封鎖されてるんで、これは回収していこう。ちょっと SP 不足になってるから。でまた美味しい中ボスくん、カニか、硬そうだな。まずは例によっていきなり勇気を発動して、うおー、一回逃げよう。ほい、硬い、やはり硬いか。勇気発動でこれだからな、ブレイクしないとダメか。いやちょっと一回勇気解こう。あれ、ブレイクしてる、ダウンしてるか。この隙に叩き込む、頼む。リコッタちゃんか、そうするとダメージソースになるのは。硬いね、よし。空系だね、空系、空とか骨とか。もうね、あの交代してブレイクさせるよりはゴリ押してコンピューターがブレイクしてくれるのを待った方が楽といえば楽。早いかどうかって言われたらちょっと分かんないけど。よし、ではまた先へ進んでいきましょう。上に登って、こいつらもな、硬いからね。よし、この骨しかくれないか。基本的にはやっぱり近くにあるんだね次のルートは。全然最初の方理解してなかったからな。こいつはなんだ、コウモリだけど地べたに這いつくばってるね。まあいいや、一回ちょっと攻撃しよう。おー、あーちょっと待って、飛んじゃったよ。マジか、当たるかこれ。こっち一応当たってるで最後はジャンプしてくれるから大丈夫か。危なかったな、勇気を解こう。うん、解いた勇気。やっぱ柔らかい方が多少ヒット分と高くてもなんとかなるね。で、最後のウーラちゃん覚えてたら、ボス戦になったらアイテム系を外して少し攻撃重視でやってみますか。さてこれで、おお、なぜか2つつながったいちいち2つにする意味あったのか。あれ、どっから行くんだ、こっちか。
で、こういうところがまだあれか、行けないのか。え、どうなってる？ここが一応セーブポイントになってるね。え？何これ何これ？え？どういうことどういうこと？もう一個の方見てみよう。ん？ここがあれでしょ？え、ちょっと待って、何これ。こっちもまあいける。こっちは何？いけるよね。え？わからん、わからんけど、とりあえずストーンに入るか。じゃあ、サライちゃんの時代は何の時代だ？天の道、かっこいい。ちょっと待ってくれ。どこなんだここは。雲上の世界。さすがにこれは予想していませんでした。確かにね。サライちゃん、天空人だったのか。サライちゃんはなんかさ、上に変なストーンが動き回ってるよね。何あれ。え、これ何これ。あー、これかー。なるほど。落とされた。ひどい。これ何これ。え、痛い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 。当たった。あ、いったー。ひでー。いった。ちょっと待って、ひどくない？今出てきた瞬間当てるのはさ、ずるいでしょ。忍者の妙薬と。このまま突破していこう。ほい、ほいほい。よし。で、こっちへついて。敵はこれ排除した方がいいね、やっぱり。これ何これ。いった。と岩石か。ちょっとこう、ちょっとめんどくさいからな。うわ、これはなんか重力に引きずり込まれる。待って待って待って、いった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 。マジどうすんの。すんげえ減ったんだけど、ちょっと。いきなり強くなってる。さすがサライちゃん、すさまじい時代を生きてきたんだな。これも倒そう。よーし、いくぜ。倒す。遠距離から攻撃を放ってくる。落ちたー。しょっちゅう落ちるな。まあ、足場が分かりづらいからね。右の宝箱取りたいね。どっかからマヒャドが飛んでくるんだよな。これをちょっと一回こうポヨーンとやって、おお、ヒロカネ。よしよしよし。ヒーローかね、まだ2つだからね。誰に装備させるか。ちょっと心配なのはさ、最終ボスにさ、アドルを入れなきゃいけないみたいなことになるとちょっと困るんだよね。あ、これ重力のやつだ。ちょっと待って。うわ、しかも暗闇になるのか。これって待ってれば一応自然回復はするんだけど、だいぶ回復が遅いね。まあ、目薬使った方が早いといえばそれ早いんだけどな。動いてると回復するんだっけ。一応動いてても回復はするか。ちょっとずつ、このマキャドなのか重力なのか。このままでもボス戦に行くのは危険だからな。ボス戦近くになってもまだ暗闇状態になってたら目薬で回復させよう。あー、これこれよ、これ。これ何なの本当に。うわうわ、ちょっと待って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 。あ、落ちる落ちる落ちる。あがいたけど。んって、これか、こっちからか。よし、直った。この謎のさ、あれ、こっちから行けばよくね。
盲点を発見したぜ。結界の罠破れたり、ちゃんとふわってなったところで行こう。全然やってないわ。ふわってなるからもうふわって、あれなんでならないのか。よし大丈夫だ。なかなか難しいね。果実はもう最近あんま使ってないからね。で、これもじゃあちょっとてっぺんのふわーってなった瞬間に行く。うわー、重力プラス結界付きか。よし、これはこのままいきましょう。逃げろー逃げろー。よしで、ようやくか。これは回復しておこう、 SP を。最後にふわーっとしつつ着地。いよいよ最後のオベリスク、ここの番人はサライちゃんの想念。彼女はエタニア人ではないはず。姿格好はダーナたちと大差ない。おお、確かになっていえ。サハド、何も気になってなかったのか。うん、それは多分ダーナには分かってんのか。俺には全く分からんけど。アニムスーラ、おお、これがサライちゃんの想念。まずは例によって、あ、装備変えてねえよ。装備変えられるかな。変えられない、ないんだ。ここまで来ると勇気発動させて突っ放す。あれ、ヒットポイントもしや超多い。2段ヒットポイントになってる。ほら、とりあえず勇気が発動している間は、ほら、ん、ちょっと待って、このさ、こっちの方で戦われると困るんだよね。来い。よし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 。これはまた必殺技がたまる前に蹴りが抜くかな。オッケーオッケーオッケー。そう、イースのね、いいところはこう難易度変更が結構幅が広くて低めの難易度でやるとゴリ押せるっていうところ、サクサク進めるところで、ナイトメアとかにすると本当に難しいんですよね。まあ、ただナイトメアはね、一回クリアしないとできないと思ったんですけど。からまたさらに木がでかくなるのか。おお、すげえ、一気に光り出した。
違いない。ソーネンの木が十分に成長したよ。王家の谷からとてつもなく大きなソーネンの波動を感じる。おっしゃお仲いい二人組。やりましたね、アドル。まさか本当に全てのソーネンを解放してしまうとは。サライちゃん、もうやめてくれ。私にはその名で呼んでもらう資格がない。どういうことだ。以前言った通り、私の本当の名前はウーラ。遥か天空から地上に降り立った擬態の力を持つ種の代表だ。擬態ってなんだ。他の生物の形態や機能をそっくり似せる能力のことです。私たちは擬態の力で地上に君臨し、次第に繁栄を築いていった。しかしやがてラクリモサを迎え、私は期せずして森人となった。そしてエタニア人の時代が始まった後、再び地上へ降り立ったのだ。エタニア人たちから新たな進化の森人を見出すために。でもよ、それが何だってエタニアの王退場になったんだ。最も輝く魂を持つ者を探すには王家に近づくのが効率的だと私は考えた。そうして忍び込んだ王宮で幼い王退場が奇特だと知ったのだ。まさか。そう、私は擬態によってこと切れていたサライ王太女に成り代わった。彼女の人格と要望を復元して自身に取り込むことでな。そして数年後、胎児の寺院でダーナ、あなたに出会ったのだ。じゃあ私がずっと友人として接してきたサライちゃんはダーナさん。悪く思わないでほしい。すべては大いなるラクリモサのため、そしてこの地上を守っていくための判断だったのだ。またその話か。たとえそうだとしても、ダーナさんにとっては大事な友達が偽物なんて、ダーナ姉がかわいそう。偽物、必ずしもそうとは。いや、私がやったことは確かに許されることではないな。分かっているのでしたら。これはこんなことが。どうした？様子がおかしいようだが。これが罪滅ぼしになるとは思えないが。どうやら擬態の制御が不安定になっているみたいですね。その喋り方はまさか。お久しぶりです、ダーナさん。サライちゃん。はにゃ、どういう
ことだ。わしに聞かんでくれ。私はウーラによって擬態で復元されたサライの人格です。正確には本人ではありませんが、それでも幼い頃からあなたと過ごしてきたサライに間違いありません。そんな、こんなことって。ウーラさんは本来高潔な意志を持つ優しい方です。それが森人としての使命とせめぎ合い苦しんでいるのでしょう。皆さんが彼女の想念を解放したことも影響しているようです。そんなことが。ダーナさん。サライちゃん、私。ダーナさん、あなたには辛い思いをさせてしまいましたね。最後まで一緒にいられず本当に申し訳ありませんでした。それにオルガさんのことも。ダーナさん、ごめんね。ゆっくり話したいけど、私たちもう行かなきゃ。ええ、もう時間はほとんど残されていないはずです。アドルさん、行こう。セレンの園へ。アドルさん、力を受け取ったらこのオクトゥスへ戻ってきてください。ラクリモサを止めるつもりでしたらどうするべきか私が説明します。本当か？そいつはありがてえ。ええ、今は一刻も早くセレンの園へ急いでください。なるほど、そういうことだったか。じゃあウーラの本当の姿は分かってないね。その天井人だった時の。これでここの道が開いたと。といってもまあセレンの園へ行かなければならないんだけど、行かなければならないんだけど、あれ、これ一番最初のとこもしや、そういうことか。なるほどね。じゃあこれは最初に入ってきたところか。じゃあ転移で行くか。ここだよね。天の時代、天空から降り立った擬態の力を持つウーラの一族が支配した時代。おお、あれは。これが成長した想念の木。なんて幻想的な光景なのでしょう。おお、綺麗だな。それで力とやらを受け取るにはどうしたらいい？やはりダーナが受け取るのか？ううん、想念の力は摂理や理法とは相反するもの。私たちエダニア人が扱う理力とは対極にあるものだと思う。力を受け取るのはアドルさんにお願いしようかな。やっぱり無理だよ。大丈夫だよ。大丈夫だよじゃねえ。大丈夫じゃねえよ。ああ、うん、よろしくね。アドルに頑張れ。さあ、アドルさんの力の象徴である剣を木の前に掲げてみて。この剣でいいの？アドルが剣を掲げると力の本流が押し寄せてくれるのを感じる。
ちょっと邪悪だよねこの剣。なんだっけ。おお、進化した。双剣ミストルティン。これがラクリモサを止める力なのですか。ええ、そして過去の種、全ての生きたいと願う意志、どうやらうまくいったみたいだね。確かに普通じゃねえ凄みを感じさせる剣だな。これで準備は整ったということか。ええ、サライさんが待つオクトゥスへ戻りましょう。はい、というところで、では、双剣ミストルティンだっけを手に入れましたので、今回はこれで終了して、まあ、あとはね、このアートルをどうすべきかっていうところだよね。攻撃力は594か。まあでも一応ダーナリコッタラクシャでいけるようであればこのメンツでいきたいと思いますので、じゃあ次回は、また見届けの丘に戻って、先へ進んでいきたいと思います。今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。